アダム・ゴールドバーグはミネソタ州偉大な出身の元アメリカンフットボール選手。ポジションはオフェンシブラインマン。地元の高校に進学した彼は3年時に州のセカンドチームに選ばれた。彼はその年オフェンシブラインマン及びディフェンシブラインマンとしてプレーし95タックルを挙げた。ワイオミング大学に進学した彼は2001年春に3年生ながら キャプテンに選ばれた。オールアメリカに1回、マウンテンウエストカンファレンスのオールチームに2度、選出された。2003年ドラフト外フリーエージェントで、ミネソタバイキングスと契約し入団した。その年は、プラクティススクワットで過ごした。2004年には、レギュラーシーズン最後の6試合及びプレーオフ2試合で、先発出場している。2005年には12試合で、ライトタックルとして、 先発出場した。2006年9月2日、2008年のドラフト8巡指名権と引き換えにセントルイスラムズにトレードされた。2006年は15試合に出場、プロボーラー LT のオーランドペースが11月にシーズン絶望の怪我を負った後には先発出場も果たした。2007年は第4週に左膝を負傷し、その後故障者リスト入りした。 オフシーズンに制限付きフリーエージェントとなった2009年3月20日、2年間180万ドルで再契約を果たした。2009年にはライトタックルとして14試合に先発出場。2010年はライトガードとして全16試合に先発出場を果たした。ありがとうございます。